今日はまずあの主催は原発ゼロの会で緊急ヒアリングということでこの数日新聞報道等々でも取り上げられております福島第一原発東京電力 福島第一原発の、まあ、汚染水問題などについてということで開催をさせていただきます。で、通常ですと、あの、国家エネルギー調査会という形でやっておりますが、まあ、あのー、 あまりに急であることと、有識者の皆さんも、後ほどあの、飯田さん、来てくださるということでありますが、通常お願いしておる上田さんはじめ、皆さんなかなかお揃いにはなれませんので、でもちょっと来ていただきましてありがとうございます。順次今日は緊急ヒアリングという形で進めさせていただきます。まあ、あの、 えー、やっぱどうすればいいのかということで、知恵を集めて現状を、まあ、期なくお話しいただくことで、まあ、国際的に大きな問題に、えー、なりかねないこの事態に、えー、知恵を結集していきたいと思っております。では、まず説明、えー、冒頭1でございますが、えー、資源エネルギー庁の資源エネルギー、えー、庁好きで、 あります原子力発電所事故収束対応室の船木さんからまず冒頭お話をいただきましてその後東京電力につの方から実際の対策どのような対応が進んでおるかということをお話をいただきたいと思いますでは船木さんからお願いいたします。 あ,のありがとうございます。資源エネルギー庁船木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あのまずはじめにですね、福島第一の廃炉それから汚染水の関係につきましては、あの諸先生方からもたまたまなそのアドバイスあのご指導いただきまして、またあの有識者の先生からも大変なあのアドバイスをいただいております。あのこれを申し上げるともにですね、この汚染水の問題についてえこうした事態になっていることを大変重く受け止めているところでございます。あの今日こうした機会をいただきまして。 えのまずですね私どもの取り組みの現状についてご説明させていただきたいと思います資源エネルギー庁の方から用意させていただいた紙はえこの青帯がついている A3 横の紙でございますこちらであの私どもがですねあの取り組んでいるまず全体像の話をさせていただきましてその後の東京電力の方から具体的な今の,その汚染の状況についてお話をさせていただきたいとこういうふうに思ってございます どうもありがとうございます。はい、あの左上に書いてございます。この地下水の問題につきましては、この流入をですねいかに抑制するかとこういうことが私どもの重要な課題として掲げて取り組みを進めてまいってございます。これにつきましてはあの原子炉建屋の底部には溶けた燃料これが 溶融した燃料と書いておりますけれどもこの冷却をです、ね、水で、えー、しておりますこの冷却した水がこの格納容器、えー、と呼ばれるところの下部に、えー、溜まっておりますさらにあの破損した箇所がございますのでこの下部にこの水が溜まっているとこういう状況になっておりまして、えー、これを、えー、汚染放射性物質で汚染された水が滞留していると書いておりますがこの冷却水を 1>, えー、1日あたり 400, リュベ400立方メートル、えー、これを、えー、今もその冷却に使っておりますこれに加えまして、えー、周辺の地下から地下水があの同等程度でありますけども1日あたり400立米これが流入しておりましてこの800立米1日あたりですけどもこの水について、えー、ポンプでここから引きまして またあの、できるだけ汚染を取り除きまして、またあの塩分等を取り除きまして、この400立方メートルの分については冷却に戻すと、こういう循環をさせているというものであります。ただ、残りの,その地下水が入っている400リューベンについては、これはあの増えている分についてはです、ね、できるだけ放射性物質を減らしてタンクに貯めると、こういうサイクルでございます。 この地下水の流入を減らすということが抜本的な対策としては重要だと。こういうことでありまして、あの、一番、二番の対策を講じようとして、ま、しております。一つ目が、あの、地下水バイパスと書いてございまして、この絵で言いますと、あの、ブルーの地下水、これは山側から右手の海側に流れている様子でありますけれども、この地下水が、え、原子炉建屋の、この、 茶色い部分に汚染水が溜まっているところにできるだけ入り込まないようにすると。こういうことのために地下水を途中で汲み上げようとしている取り組みがこの地下水バイパスと呼んでおりまして、これにつきましてはこの井戸を12本掘りましてですね、汲み上げて綺麗であることを地下水、汚染がないことを確認した上で海に放出をすると。こういうことで、現在地元関係者の 各家のごご説明をででですね継続して取り組んいいいるとこういう状況でございます、えー、またあのこの他、建屋金傍の井戸、サブドレンと書いておりますけれども、これはあの絵にはございませんけれども、建屋の金傍に井戸がございまして、これはあの事故前からございますけれども、この辺りの地下水の、えー、組み上げを行いまして、水位をできるだけ下げることによりまして、この原子炉建屋の、えー への流入を防ぐようなです、ね、バランスをとっているとこういう取り組みも今、検討しているものであります。で2番目の陸側遮水壁、これにつきましてはこの地下水バイパスをやってもです、ねえー、引き続き地下水がこの減少の建屋に流れ込むとこういう状況は,やはり避けられないということでございますのでこの遮水壁、水を通さないような壁を設けましてできるだけこの汚染水に新たな地下水が流れ込んで 汚染された水を増やさないようにするという取り組みでございます。できるだけそのプラント全体をしっかりと取り囲むということが重要でございまして、そのためにこの汚染水処理対策委員会というものをこの国のです、ね、東京電力福島第一原子力発電所配慮対策会議この,元ので有識者の皆様にも入っていただきまして、委員会を設けて5月までに検討を行いました。そのの結果あの 遮水効果と施工性に優れる凍土方式としてこの遮水壁を作るとこういうことにつきましてフィジビティスターディを行ってまたあの平成27年度上期までに運用を開始しようとこういうことで今具体的な検討に入っているものでございますえ右手に絵があの写真がございますけれどもこの、えー プラントの中で、えー、ブルーのです、ね、囲いがあるというものが、これの左手側から1号機から4号機が並んでいるものでありますけれども、これをできる限り、この狭い範囲で、この陸側遮水壁を囲いましてこの、その中にできるだけ地下水が入れないように取り組むと、こういうことを今、検討しているものでございます。これが1つ目の地下水の流入抑制のための対策でございます。 2つ目に、この散骨の上にあります、タービン建屋東側に滞留している汚染水を取り除く対策でございます。えー、これは、高濃度汚染水が残留している可能性のある一部のトレンチ内の汚染水につきまして、この汚染水の排水、また当該トレンチの閉塞を完了する、これを10月末頃までに行うということを計画をしております。 トレンチというのはその地下道のようなですね、えー、ものでございまして、この配電のケーブルですとか、あるいはあの水を海からタービンの方に持ってくる配管を入れるようなあの溝といいますか、トンネルのようなものを設けておりまして、そこに事故後のですね、汚染された水が流れて溜まっていると、こういう状況にございます。これについて、できるだけリスクを下げることが何も重要だということでございまして、この汚染水を 取り除く作業をとにかくこの前倒しをして行うということを、この5月の潜水対策委員会の方でも議論をいたしまして、東京電力の方で具体的な今、準備に取り掛かっていただいているというものであります。このトレンチをです、ね、浄化することについて、9月に開始予定、またこのタービン建屋とトレンチ、この 水の流れを、接続部を遮断するために凍結試験を早期に実施すると,実施すると書いてございますが、先ほど、凍土壁ということで申し上げましたが、凍らせるようなですねえ取り組みで、これは凍結管という冷却剤を約40度ぐらいのものをそぎ込むことですが、そうしたその凍らせる方法によって、まずそのタービン建屋からトレンチに汚染された水が流れないようにせき止めようと。 いうものをしながら、このできるだけ、その新たなトレンチへの汚染水も減らしていこうということを考えてございます。また、あのこの凍結遮断して水抜きをするということで、その凍結管を凍結を用いた壁を作った後にその中の溜まった水を抜いてですねその後、閉塞をして、このトレンチに水が流れ込まないようにすると、こういう取り組みを検討するとこういうものであります。 え続きまして右手の方がこの汚染水の海洋流出を食い止める対策になります。えー、4番この海側遮水壁の設置とあります。これはこの下の写真でありますとえ赤い線がございます。この海側にですねえ赤い線で海側遮水壁と書いておりますが、このえ港湾の方にですねえ汚染水ができるだけ 流れ込まないようにということでこうしたことはあのその昨年の6月からこの遮水壁を打ち込むための削工を開始をいたしまして4月からこの交換や板の打折を開始とありましてちょっと難しい言葉ありますけど交換や板というのは交換の,のパイプみたいなものをですねこの板状に積み並べましてこれを組み合わせることによって できるだけその壁を作って水が流れ出ないようにするとこういう工法を行います。これはあの右側の絵ですとこう赤い縦にですねこう海に立っている板のように見えますけれどもこれは一本一本の交換のようなものをつなぎ合わせて工事をしているというものであります。でこれについてはまあそうしたあの20メートルからあの3 4 0メートルという場所によって長さが異なりますがそうした交換を打ち込むといった非常に 難しい工事でもございまして、26年9月、来年の9月になりますけれども、これで全体的な土砂水壁が完成するとこういうことを目指しております。現在、一部でもこの国会相手の挫折を始まっておりまして、えー、写真の絵ですと、1号機側からですね、あの一部、1号機と2号機の間の程度まで進んでいるところでございます。 あの5番目でございますけど水ガラスの注入による一番改良、これはあの今般、このえ汚染水が海に流れている恐れがある、また流れているということがえ確認されたと、こういうことに先,が先駆けまして、この水ガラスの注入の対策をえ取り始めたというものでございますけれども、この1号機から2号機の 間については7月8日から水ガラス注入開始とこれ、あので次のページに詳しいあの絵がございますけれども、この水ガラスというものを使いまして、これはあの迅速にその地盤を改良して、できるだけこのえ土の間を通って地下水、汚染された地下水が流れ込まないようにということで対策を施しております。列 並べることのために1列目は8月の1日に完了いたしまして2列目については8月10日をめどに完了予定でございますまたあのこの海側だけではなくてこの汚染された範囲を取り囲むということで陸側についても10月頃を目途に取り囲むことによりましてさらに新たな地下水がまたこの汚染された地域に入らないとこういうような取り組みを進めるということまた、加えまして2号機3号機 3号機から4号機の間につきましても地盤改良の工事を現在準備中というものでございますいずれも先ほども汚染水処理対策委員会の方でで検討した結果も踏まえて具体的な作業を進めているというものでございます2ページのほこで今のプラントのです、ね、状況を分かりやすくそのご説明するための,その 資料をご用意させていたただきました、えー、2ページの方はあは、この海、えー、港湾の内外の海水予備護岸付近の地下水の今の放射性物質の測定結果でございます、えー。右下が全体の絵でありまして、この海峡と書いておりますけれども、えー、この1号機から4号機の前の部分の港湾の部分を拡大したものが左上の絵になります。 この赤で囲っているところのですね、ナンバー1というところの,この、この、えー、井戸からトリチウムが、えー、高い濃度で見つかったというのが、えー、5月の、えー、末の、えー、結果でございました。そこ、それからですね、えー、モニタリングをしているということで、えー、高いトリチウムが引き続き測定されておりまして、いくつかその、 モニタリングの場所を増やすことによってどこからどのように流れ出しているかということを確認をするという作業を進めておりましたそうした中でこの海への漏えいということも確認されたということでございましてこの右下の海峡のところのちょうど真ん中にあるところでございますけれどもこの海側の茶色い丸がございますこれはこの港湾のところでこの、えー、一番そのプラントに近いところでありますけれども このトリチウムの濃度についても約3100とこういうことが見つかっているというものでございます。えー、これにつきまして、えー、では海に近いところはあの右手にございますけれども、えー、港湾内、えー、あるいは外海につながっているその港湾の入り口のところこれにつきましてはトリチウムの濃度については29、44といったものは6月の末から7月の頭にかけたものでございますけれども、 7月の末の採取分についてはこれ ND、これは検出限界未満ということでございまして、この濃度については上昇は今のところは見られていないということでございますが、これは何よりも元を立つという観点からですね、いかにそのプラントのから、あるいはその汚染されたこの護岸のところから放射性物質をとにかく取り除くことが重要だとこういううに考えてございます。 えちなみにその法令濃度限度はあの右上に記さ示してございますけれどもえトリチウムにつきましてはこの6万ベクレルリットルというものでございまして1、えー、つの目安としてなりましてこ,のこれを超えるものがこの左手の,です、ね、あの絵にあったその護岸では見つかったということでございますがこの海に流れ出ているものについてはまだ法令濃度限度にはあの超えるものではございません。 これも繰り返してございますけれどもとにかく海にこれ以上出さないという対策を取ることが何よりも寛要だとこういううに考えております3枚目の資料につきましては先ほど1枚目でお示しさせていただきましたそれぞれの対策についてどういう位置関係にあるかとこういう絵でございます1番というのがこの絵には入ってございませんがこれはあの右下の絵ですと1号機から4号機のさらに山側にあるところの井戸を掘るというのは地下水バイパスになります えー、2番目については、糖度方式による陸側射水壁ここはの青字でこ囲い込む対策、これを取っていくということ。えー、3番目につきましては、えー、今度、左上の絵の中で、えー、緑色の絵であるこのトレンチの浄化、排水、閉塞、こういったことを、これはとにかくあの前倒しでですね、とにかく早く対策を取るということ。えー、4番、海側の射水壁の設置、これは右下の絵でありますと、その赤い えー、でこの実践になっているところがこれまで工事を、えー、終えているところでありますが点線部分までこれはできるだけ早く、まあ、来年の秋に向けてしっかりと工事を進めるということが課題であります。で5番目が左上にありますけれども水ガラスの注入による地盤改良ということで、えー、この実践になっている海側のところはすでに工事を1層目終えておりまして2層目が 4月の10日までということでありまして、点線に書いてあるようなところも囲い込むことによってですね、ここにまた新たな地下水が流れ込まないような対策を取っていくと、一応のような重層的な取り組みをですね、これしっかりと進めるということが重要だというふうに考えているものでございます。えそれだと今ねあの,あの長くなりました私からあの全体でその話をさせていただきまして、次ぎじゃ東京電力からよろしくお願いいたします。 はい、ではあの東京電力の方からお願いします。えそれではあの東京電力の方から補足と説明させていただきます。えとしちょこのえまず環境評価グループの白木ともよろしくお願いいたします。今あのえ資源エネルギー庁さんがご説明したあの若干補足させていただくという形で説明させていただきたいと思います。ちょっと資料が 細かいところから書いておりますので、まずはその全体概要をご,あのご理解いただくということで、今、資源エネルギー庁が説明したものに加えてです、ね、申し訳ありませんが、えっと、まず23ページを開いていただければと思います。で22ページは、今、資源エネルギー庁さんがございました、2ページの、まあ、データをあの時に更新しておりますので、そのデータが、まあ、同じ場所の更新したデータでございます。 その下の23ページが、ね、それぞれの地点を比較した図になってございます。判例がありますように赤い三角がセシウム137、ブルーの丸がトリチウム、緑の丸が全ストロンチウム等のベータ線を放出する可視覚の全ベータということです。これを見ていただけますように地下水1の2というところがセシウムが非常に高くなってございます。 ここがまあ一番高いということで、ここの周辺で地下で保湿性物質が漏れているということを考えて、弊社といたしましたら考えているということです。他のところは非常に土が、セシウムというのは土に吸着しやすくございますので、あまり拡散はしていないと。ただ一方、土に吸着しにくいトリチウムなどは、均一に拡散しているというふうに考えてございます。まあ、その程度の中間にありますのが、緑色のゼンベータ、ストロニチウムなどにつきましては、 まあある程度の拡散の広がりようが状況になっているということでございます。えー、次にちょっと,とまたと,とんで申し訳ありませんが、二十八ページに今ほど資源エネルギー庁様がご説明していただいたですね、海水のトリチウムの推移というのがございます。解、えー、とありますのは資源エネルギー庁さんの二ページまでありますあの右下の一から四号機前の あの海のこう囲われたところのデータでございますが、ここがある一定、そんなに高い濃度で推移しているということで、これをもってトリチウムが海の方に放置しているという発表をさせていただいてございます、えー、またちょっと飛んで申し訳ありませんが、1枚めくっていただいて、この33ページから地下水の水位を書かさせていただいております。まさに33ページがですね えっとこれ一番上のオレンジのところが、一番、氾例の一番左にあります地下水ナンバーワンということで、今回の事例で、地下に放出性物質が漏れているというふうに景気あの最初にそうふうに思ったところでございまして、12月の断面では、それほど高くはない他の地点と同じだったんですけれども、まあ、5月になって一、えー、桁以上高くなっているということが判明いたしましたので、今回の調査や対策と。 いいいいううこことととを進めているということでございますその予のペンにつきましては、同じように推移が示しておりますが、す、ま、で、あ、まあにあの新聞あの等でご存じのように、高い濃度が継続しているということでございます。簡単にちょっと状況を補足させていただきまして、次にあの対策等についても少し詳細にお話しさせていただきたいと思います。 東京電力の石川と申しししまますすよろしくお願いします今の資料の38ページから対策関係につきましてちょっとご説明させていただきたいと思います資源エネルギー庁さんの資料と若干かぶるところがありますが 補足させていただきますまずあの左側の方に対策の丸1から丸5というところがございます、丸1につきましては先ほどのご説明ありました通り、水ガラスによる地盤改良ということで、エネルギー庁さんの資料で195本ということになっているんですが、本日朝までで10本終わりまして、205本まで進みました。 であと23本ということで、8月10日までにはまあ終わるという見込みでございます。その次のナンバーに対策の二というところでございます。図面の左側に対策丸一で赤いところに、護岸のところに現在、地盤改良をやっておりますが、その裏側の部分についても、水ガラスで囲い込みをして、 放射性物質の拡散を抑制したいということで、今10、10機の地盤改良機を用いているんですが、あと23機ということになりまして、今後ちょっとその班をですね、山側の方にも投入しまして、この黄色い部分について、山側の囲い込みを行うというようなことを今現在考えております。その次に、雨も降ってきますので、その 部分をフェーシングするというようなことで、雨水の防止をするために、まあ、アスファルト舗装等をこのグレーの部分をしていきたいというふうに考えております。次に対策の4というところで、黄色い2号機と3号機の間、3号機と4号機の間につきましても、その放射性物質の拡散を抑制するための水ガラスの計画を今現在、実施中で準備をしております。 でえー、5番目につきましては、えー、先ほどもエネルギー庁さんの方から話ありました、海側車水壁の工事を、えー、鋭意継続しております。えー、次に、えー、40ページをご覧ください、対策丸二のところなんですけれども、えー、写真が左側にちょっと小さくて申し訳ありませんが、えー まだ,まだまだまだ、えっと、津波によるがれき等がまだ散乱しているような状況でございます。で、えー、海側の水ガラスの地盤改良の部分が、まあ、ほぼ終わって、これから赤い部分、それから青い部分ということで囲い込みを行うんですが、えー、吹き出し丸後のちょっと下あたりにまだ建屋がありましたり、このようながれきがあるということで、これを全部取り囲むのが一気にちょっとできないということで、えー、まず赤い 赤いラインでちょっと囲狭くなるような形になるんですが、ここを囲んで、で、がれきなりを片付けた後に青いラインということで進めていこうというようなことを考えております。で、41ページございます。これがあの水ガラスをやった後にフェーシングをするということで、雨水が入ってこないで水位を維持すると。それからポンプで,です、ね、この中の水を まあ減らして、えー、海側に出ないようなことを考えるようなことを今現在、えー、実施しております。えー、このフェイシ、修、あのー、水マスにつきましては、今週末からですね、あもう今現在、その私屈等を始めまして、今週末にはそのポンプが据えられるような段取りで現場の方が動いております。えー、対策系についてはちょっと簡単ですが、えー、以上でございます。 ちょっとここで一回あの切らせていただきます。あのえっと、確認ですが今の資源エネルギー庁並びに東京電力の、まあ、白木さんと石川さんのお話いただきましたが、えー、今一番何が問題なのかをちょっともう少しあの分かりやすくあの立体的な図が ないので個別のことはあの細かにおっしゃるんですけども今全体として何が問題なんだというふうに把握しておられるのかその点をもう一度ちょっと整理して一言ずつお願いできますかあの船木さんと,えっと白木さんでも石川さんでもまあやってらっしゃる東電サイドも今自分たちはここが問題と思うというところも終ありでしょうし全体見ておられる 舩木さんの方からも終わりであれば課題ですね最大のはいあのありがとうございますあのまずこの地下水が流入にすることによりましてこう汚染水がこう増えて増え続けているとこういう問題については中長期中期的な問題として大変、うん、あの重い問題だとこういうふうに思っておりましたでこれはあの今回この海に こうした物質がこの漏洩したっていう問題よりも、以前からですね、大変重要な問題として、そう対策を重層的に取っていくことが必要だろうと。こういうことでこう委員会も設置をしまして、この抜本的な対策を取るべきだと。こういった議論がございました。そこでその、これまで取り組みを進めていました、その地下水を汲み上げるといった地下水バイパス、あるいは 建屋の近くにある井戸、サブドレーンから組み上げるということだけではなくてです、ね、この地下水をそのとにかく遮断するためにこの陸が遮水壁を取ると、こういうことが重要だろうと、これはあの5月末までに取り組んで方針を出したことです。ただ、今何が喫緊の課題かということのお尋ねに今度なりますと、これはまさにこの汚染水がこの護岸、海側の,そのエリアにおいて、 とかその地下水が汚染されているということが明確になり、これが海に漏洩しているという事実がこう明確になったことに伴いまして、これについてとにかく海に漏洩することを、とにかくこれを減らす、量を減らす、とにかくそれを防止していくと、こういう対策を取ることが喫緊の課題だと思っております。従いましって、先ほどの遮水壁という取り組みとは別にですね、 この水ガラスの注入による地盤改良っていうことを、これはもう目下の最大の直近の取り組みとしてやるようにということで始めているものであるということでございます。で、その上でさらにその汚染されている地盤改良のところの根源的な原因は何かということの調査をしなければいけないわけですが、一つの可能性としてこのトレンチと呼ばれるところに非常に高濃度の 汚染水がこれは溜まっていると、こういう事実がございます。これについて、できる限り、この早くですね、浄化をして、排水をして、それをまた閉塞をして、そこに二度と、建屋側から高いレベルの汚染水が流れ込んで、またこれは海に流れ込むようなことに絶対ないように取り組んでいくと、こういうことが重要だと思っておりまして、そうした中で、今申し上げたようなこう優先順位付けをしながら、 取り組んでいくべきだというふうに考えているものであります、はい、今、船木さんの方からありました通りでございまして、まず水を減らす、それから汚染水を海に出さないと、汚染された地下水を海に出さないということで、護岸の,の水ガラスに加えて、 その出さないような地下水をですねそのポンプアップするとそういうようなことのが喫緊の課題かと思います長期的につきましてもふらきさんと全く同じでまずあの水を減らすというようなことが長期的な課題かと思います以上ですはい、あの後ほど皆さんからもご質問はあると思うのですが地下水をポンプアップできてるんですかまだですよねはいあのこえっと今現在その 収水マスというか、まですを、ね、今現在、そうすると、あんまり今の課題ということが浮かびませんが、まあ、後ほど皆さんからお尋ねかもしれません。では、引き続いて、規制庁の方からも、まあ、あのこの状態の中で、いろいろ懸念されていることなど、お願いをいたします。 すいません、原子力規制庁の村田と申しますよろしくお願いいたします、えー、座ってご説明させていただきます失礼します、えー、本日規制庁の方からは、えー、3種類の資料をお配りさせていただいております、えー、一番上にございます、えー、右肩7月24日付の一枚紙の資料がございます まずこれは7月24日に委員会、原子力決制委員会の方を開催してございまして、その際に議論をさせていただいた資料でございます。一番上、ポ発に海への拡散についてという形で記載してございますが、これは先ほどあの資源エネルギー庁さん、それから東京電力さんの方でご説明いただいたものと内容的には同じでございますので、少し割愛させていただきたいと思います。ポツの部分に今後の対応についてと。 いいう部分がござまして上のつのの丸が汚染水に関すする部分でございま岸付近の地下水の汚染については海洋への汚染の防止とそれからまたトレンチ等の事講対策は早期の完了を求めるとそれから引き続きましてこれらの議論上記に書いてございますがを踏まえまして汚染水について体制の整備を図ると。 それからメカニズムの解明など技術的検証等々を検討していく旨を東京電力に指示をしたというものでございます。それから、えー、すみません、一つめくっていただきまして、えー、右肩資料9と書いてございます。7月31日付の資料でございます。これは24日の方で、まあ、その指示をさせていただきまして、それ以降、東京電力さんの方から、えー、いろいろデータを入手、もしくはその規制庁内でおいて、 議論また評価させていただきましてその結果について記載しているものでございます一発につきましてこの原子力規制庁として分析をした結果を記載してございますこれによりますと拡散の分析という部分でございますが3つほど記載してございますが汚染水につきましてはいやトレンチや電線管といったそれだけではなくその下にある そうを通じて広がっているという形。また、地下水位がその水没、トレンチ間等に水没をしていて接触をしていると。接触している場合は、そこから土壌への浸透や地下水に乗って移行する可能性があるというふうに分析をしてございます。これらの結果を踏まえまして、東京電力に対しまして、4つほどの対応を求めてございます。1つとしましては、1番目ですけれども、 えー、トレンチ等の周辺の実測により調査を行うと、えー、拡散の状況の把握に努めると、えー、2番目としまして、えー、積載層からの汚染を認められた場合につきましては、その薬,薬液注入による汚染防止対策、先ほど東京電力さんや茂野ゆうちおさんがご説明あったかと思いますけれども、えー、汚染防止対策を取るとともに、えー、汚染水についても濃度の低減化もしくは汲み出しといった対策を早急に取ると。 えー、その他、えー、地下水溝1の2というのが周辺に高い値が出てございますので、これについて詳細を調べることと、またその今、近傍その発電所の近傍の話が上3つでございますが、4つ目として、えー、海水中について、えー、もうその拡散がしているということを前提で、監視を強化して影響を評価するというふうな形で、この4つについて、えー、東京電力の方に指示をしてございます。 で合わせてですけれども、今の東京電力の方に指示をしたという内容になりますけれども、規制庁としても、やはりこの気球の課題にどう対処するのかということで、規制庁自ら自分たちで汚染水の対策、もしくはその原因について、議論をする、分析をするということを積極的に行うというふうに委員会の方で決めまして、規制庁の中に2つの検討のグループを作ってございます。1つ目が 汚染水の漏洩問題の,その拡散範囲がどうであるのか、その汚染防止対策はどうであるのかといったところを検討するための、えー、汚染水検討対策あ、すいません、汚染水対策検討ワーキンググループというものをの設置を決めてございます、えー。今の資料の一番後ろになりますけれども、えー、一応、構成メンバーという形で、えー、記載をしてございます。えー、担当委員としましては、老けた が担当をいたしまして、えー、加えましてその、えー、独立行政法人等からあ地下水等々の専門家、合わせて原子力制庁職員、また東京電力といった形のメンバー構成にしてございまして、えー、これらの形、ワーキンググループを立ち上げるということを決定してございます。それからもう一つですけれども、えー、先ほどその東京電力にも指示をしたんですけれども、海水中への影響というものについても、 えー、規制庁でも評価をするということを考えてございまして、えー、海洋モ,モニタリングに関する検討会というものを設置すると、この2つのワーキングを設置すると、さワーキングと検討会ですね、を設置するということを決めてございます。うん なおこの汚染水のワーキンググループでございますが設置を決定したのが7月31日水曜でございますが先週の金曜日になりますけれども8月の2日でございますが第1回目のワーキンググループを開催してございます続きまして最後の紙になりますけれども8月2日右肩に汚染水対策検討ワーキンググループ第1回資料3 と書いていいてるものがございますこれはその8月2日に第1回目を開催しましたワーキンググループにお,けるおいて配布されました資料でございまして汚染水に関して検討事項どういうことについてこのワーキンググループで規制庁として検討していくのかということについて記載をしたものでございます大きく分けると1ポツ2ポツと2つございますけれども1つ目につきましては今現在先ほど東京電力さん からもご説明ががありましたが地盤改良工事というのをやられていますけれども結果としてそれをその水を止めるというまあ工事をやることによってその地下水がまあ止められてしまうということになりますと地下水の水位が上昇しているのではないかとそうなるとそのそのやる行為によって実はそのえさ違うえ汚染の,その原因といいますかになる可能性があるのではないかということで えー、その地盤改良によって地下水の水位がどこまで上がってしまうのかとか、ですねあとはそ,のそれをやることによって、例えばこう止まっているところが横に回り込んだりとかです、ね、してその、えー、新たな流出をするということは起こらないのかとか、えー、あとは、えー、その上昇をしているものをどうやって止めるのがいいのかと、と、えー、組み上げるということも必要になっていくるのではないかと。 いったそういうい、まあ、いくつかの6つほど書いてございますけれどもそういった視点について、えー、議論をさしたいという形で列挙してございますそれから、えー、先ほど重理議長さんまた東京電力さんからもご連絡あのご説明がございましたが日没、えー、につきましてはその 海側というよりもその山がもともとの汚染供給源の方の話でございまして、そちらについても抜本的な対策を取る必要があるのではないかという形で、汚染紙の組み出しの方法や、その他、止水の方法といったものについても議論をしたいというふうに考えてございます。でそのこの8月2日の際はです、ね、どちらかというと、この一発の,の海側の方の議論について、まあ、集中的に議論を行わせていただきました。というのもその 喫緊の課題、先ほどあの安倍先生のほかもございましたけど、一番喫緊の課題は何かというと、やはり海に流出しているという現実がまあ,ありますので、それをなんとか止める、まずはそこを止めないといけないのではないかという議論が、そのワーキンググループの中でもございまして、一発のところについて、議論をまずは始めたという形になります。それで、東京電力さんの方からこの対策についていろいろとご説明をいただいたんですけれども、あ、のー こ,この1発の2つ目のところに書いてありますけれども、2つ目、3つ目と関係するんですけれども、地下水が上昇していて、その結果、止水をしたところの壁を越えて、その外に水が流出する可能性が高い、もしくはもう流出しているのではないかという形の指摘をさせていただきまして、今、溜まってきている水をもっと早く組み上げる必要があるのではないかと。当初 東京電力さんも8月末ぐらいからそ,の、えー、そういった対策をされるというお話があったんですけれどもあのワーキンググループの方で福田の方からも指摘をしたんですけれどもそこについてはもっと早く組み上げをして外に出るものを早く防ぐ必要があるのではないかというご指摘を、えー、させていただいたというのもあ先週2日の議論の中でありました。えー、ということでこう,こういう形で今議論をしてございまして、えー、今後引き続き、えー この汚染水に関するワーキンググループというものを実施をして規制庁としていろいろ対策と検討してまいりたいというのが現状でございます以上でございますはいありがとうございましたあの本当は今の規制庁の指摘に対して、えー、資源エネ庁並びに東京電力の方でどのように対応されたかということもお伺いしたいのですが、えー、その前にですね えっと今日出席されている国会議員並びに有識者の皆さんの方からのご意見を、えー、ご質問もあろうかと思いますので先にいただきたいと思いますあの恐縮ですがお名前をおっしゃってどこへの質問ということもおっしゃっていただければありがたいです、まあ、若干あの技術的な問題先行で進んでおりますが まああのそもそもまあ東京電力、資源ネッそしてまあ規制庁という、それぞれのつかさつかさのやり方の中で、緊急性も含めて対処できているかどうか等々の問題もこれ、あろうかと思いますけれども、皆さんの方からまずご意見あればよろしくお願いします。いかがでしょうはいちょうちっとあの 元に戻って、ええー、まあ、東電、あるいは他のところで分かればお聞きしたいんですが、あの、2011年の事故が起きた後、えー、ステップ1、ステップ2のロードマップを作りましたよね。その中に、えー、すでに、え、地下水の遮蔽壁の検討というのが、ステップ2の中に確か入ってたはずで、 えー、ちょっとその当時の細かい資料対策68というところに地下水遮蔽液の検討というのが確か入ってたはずなんですがまあそれは今から言うと約2年以上前つまり事故が起きて、えー、まだ何ヶ月か目の時にすでに地下水があこういった問題を起こすんではないかという 心配があってですね、えー、サイト全体を書こうという、そういう議論をしていたということを私記憶しています。それとの関係で、今の議論がどうなってるんですかちょっとその後、まあ、いろんなあの、体制が変わりましたから、当時は確か政府と東電の統合対策本部で議論してたと思うんですが、まあ、その色いろいろ体制がかかったので、えー、どこがそれを引き継いで、そして今日、 それが当時指摘されていながら、結果として、全体を取り囲むような形になっていないということについて一点と。まあ、それに関連しますが、あの、地下の岩盤が確か50メートルぐらい下でしたか。そこまでこう、盤を先ほどの板ですか、板のようなものを届かせれば、 少なくともその範囲内には入ってこないということだったんですが、今、いろいろとですね、えー、部分的なことをやっているということですが、最後の,質問あのところでも、一部だけ止めても周りから行ったりですね、逆に一部だけ止めると水位が上がったりと、全体を囲わなければほとんどその水ですから、どっかに流れていくわけですから、そういう点で、根本的にその下の岩盤まで届く まああの凍らせるというやり方がいいかどうかやり方はいろいろあると思いますが、えー、関連しますがその2つの点をちょっとお聞かせください分かるところがどこなのか、まあ、少なくとも東電は当時から関連はしてたでしょうが n h 町や、まあ、規制庁は当時なかったから当時のことは多分保安院が引き継いでるとすれば規制庁に引き継がれるのか資源庁に引き継がれるのか分かる範囲でというか分かる範囲というよりはこの 当時のロードマップ、あるいはステップ1、ステップ2の中で議論されたことが今日にどうつながっているのか、ちょっとお聞かせください。じゃあ、船木さんと恐縮ですが、あの規制庁の方であで答えられる範囲でちょっとお願いしましょしょ掌を超えてあの、私の知る限りのお話をさせていただきたいと思います。あのご指摘ののありまししたあの陸側水壁についての検討もです、ね、あの本総理がおっしゃる 囲,み囲い込む遮水壁えここの文章は地下水の遮蔽壁の検討という形が入ってますよね、はい、その点はです、ね、2011年のこう、えー、4月以降、検討がされまして、まあ、その年の、えー、秋頃までに検討を重ねた結果です、ね、まずはこの海側の遮水壁について全体を囲む形ではなくて海側だけやろうとこういう結論を。 当時出しましてこの先ほどご紹介させていただきました海側射水域の工事をに着手をしこれは来年の9月までに進めているというのがその規決の1つですで。囲い込むことについては当時です、ね、この陸側にもこの壁を設けますとこの地下水の流れを一方的に遮断すると原子炉建屋の中にその溜まっている非常に高いレベルの の汚染水が、これがまた建屋の外へ流れ出してしまうというリスクが非常に高いと、こういうリスクがあることから、ですね慎重にこの汚染水の水位を上手に管理しながらやらなければいけないだろうというような議論がありまして、当時、はいはい、囲い込むとですね、えー、もちろんその囲い込んであのおっしゃるようにその岩盤まで届くような。い 地下,地下水対策ですから、はい、地下水が外から入らなくするために囲い込むということですから、はい、地下水が入らないように囲い込むことでなぜ水位が上がるというちょっと論理的によく分からないけどあの地下水が中に入らなくなるようにするとです、ね、この原子炉この建屋,建屋の中に溜まっている非常に高いレベルの汚染水がございましてこれが逆にこの建屋の外に この囲い込む内側ですけれども、ここに流れ出してしまうリスクが非常に高いと。いやなんでそれを関係するんですか。これはの水位のバランスでありまして、こう山側からこう流れている地下水と、ですねこう建屋の汚染水の水位が今はちょうどバランスしているといいますか、逆にその建屋の外の方が水位が高くて、この建屋の中の非常に高いレベルの汚染水が外へ流れ出さないように水位の管理をしていると。 こういうのが今のの現状でございますでこ他の方が分かればあれですけど、はい、私にはちょっと今の説明、全く分からない、つまり事実上の,この地下の岩盤まできちっとやれば、はい囲い、囲ったところには地下水が流れ込まないわけですよね、はい、原理としては。はい、で中はいわゆる冷却水、さっきの400トン、400トン、400リューブでしたか、冷却水が、はい、確かにそれをどうするかという問題は常にあるわけですけど。はい 冷却水がだんだん溜まっていくということはそれはどこかにタンクに入れるかなんかしなきゃいけないことはもう当然ですが、はい、地下水が入らなくなったら水その内部の水位が上がるというちょっと原理がよくわからないですねあのこの A さんの資料をです、ね、ちょっとご覧いただきたいと思います A さんの資料の左上の地下水バイパス等というところに書いてあるこの絵で ご説明をさせていただきますと、この山側から地下水がこの青い矢印で流れておりまして、この原子炉建屋、タービン建屋というところに、この地下水がこの1日あたり400リューベ流れ込んでいるというのが今の見積もりでございます。で、このためにですね、今、青いものがその 茶色くなっている汚染水になってこれは増えているとこういうことでありましてこの茶色い汚染水が逆にその外へ流出しないような構造になっておりますで一度この陸側に浸水壁を設け,設けますとこの、えー、青いところの地下水の流れがなくなりますのでもちろん流れ込む地下水がなくていいんですけれどもその時に この茶色い汚染水が建屋の外にこの山側にも流れ出さないように上手に管理をしながらやらなければいけないだろうということがこの地下水管理ということで申し上げているものでありません全くわからないんだけどその囲ってしまえば外から内にも入らないけども内から外にもそれ上部を越えてなら別として基本的に内から外にも流れ出ない。 えことになるのは当たり前じゃないの。え、あのご指摘の通り、その壁の外へは流れ出さないということでありますので、それがあのまあ現在の対策としてはこの囲い込むことをやろうというふうに今年の5月にはもう判断をいたしましたので、あの今はもうこれをやっていこうということで判断をししが私が聞いてるんではですね、はい、全体を囲い込むのに1000億円ぐらいかかるので、まあ結果的には、えー、踏み切れなくて。 なんか海側だけ少しやったとか、あっちだけやったとかということで、まあ、今日の状況になっているというふうにも聞いてるんだけど、つまり今のあなたの説明だと、囲い込むと、内側の,その建屋から高い濃度のものが逆に外に出てしまうという、ちょっと論理が全く私には理解できない。はい、あのそうしたまあ汚染水が建屋の中に,かに閉じ込めるということをしながら、 上上手にに壁を作ってそれ以上に流れ出ない海に流れないためには、ええ、建屋を含むサイト全体を囲むということを検討したはずじゃないですか、当時。今もそれをまたやろうとしてるんでしょう、う、はい、結局は建屋とか建屋じゃないんじゃなくて建屋も含む原子炉からか海に流れ出ないようにするにどうするかということを2年前の4月から検討してたわけでしょ。ええ、それがやらなかった理由として、はい なんかそれをやったら逆に溢れ出るなんて言うから、全く論理がわ現在はです、ね、もうこの囲い込む方式を、この氷を凍ら、土を凍らせるやり方でやろうということでありまして、これはあのできるだけ建屋の近くで、この施工もしやすい2年前からその検討をしたのに、はい、なぜやらなかったのかという、まあ、趣旨の質問をしたら。はい こういう理由でということを言ったから、はい、<laughs> それが理由になってないんじゃないですかということを今再質問したわけえ、あのー、だから何か別の理由で時間がかかるとかお金がかかるからできなかったとっいうならそう言ってもらえばいいんで、はい、なんかそのやらなかったことが合理的だったみたいなことを今言ってまたさらにやっぱりやらなきゃいけなくなったっていうから何が合理的で何が合理的でいけなかったのかそこだけちょっとあんまりこぐしょぐしょやったら皆さんに申し訳ないから。えあのー、すいませんご説明が、あのー うまくなくて申し訳ありませんが、あのまあ、当時の議論としては、この建屋の中の汚染水が、その建屋の外へ流れ出ないように管理をしながらやらなければいけないというのが理由のその1です。で、当時また非常にその線量が高,い高かったということで、この建屋の近くに壁をですね、作るということが工事としてはまだできなかったということで、この当時はこの陸側の射水液は断念をして、海側からまずやっていこうと。 いうことが、まあ、当時の判断だったということでごす。で、まあ、今回この,月の。海側の射精ってのは、地下水対策じゃないんじゃない、それは。海側の射水器はですね、これは。地下水対策になるんですか?はい。山から水が降りてくるんだよ。はい。これは、あの、海に漏洩しないための、対策として。しだから地下水対策とはちょっと違うじゃない?ない。<え>ここに書いてある,スてある、あ<の>ね、<laughs> ステップ2の中に書いてあるのは。地下水対策として、検討したというふになったらですよ、この。対策68十八じゃな。 地下水の遮蔽壁の検討と、地下水が流れる方に遮蔽壁やらないで、海の側にやるということは、それ別の,あの海に流れるのを一部抑えることができるかもしれないけど、地下水対策にはなってないじゃない。はい、結局、地下水対策はやらなかったということね、検討はしたけども、<の>当時はえ。この地下水の遮水壁を作るという形では、当時は決断できなかったということです。で理由としては、先ほどあの繰り返して恐縮ですけれども、この 建屋の中の汚染水がとにかくその周りに拡散して、また海に流れ出ないような管理をしなければいけなかったと東電の同じ認識ですか、はい、これ東電の工場の中のことですからね、はい、建屋はなんでそれであの上流側に斜水域を設けたら、建屋から溢れ出るかっていうのは、論理的に全く理解できないけども、はいはい、あの今の,あの船木さんのあのと実は同じでございまして。あの 上流から流れてくる水で要するに地下水を、えー、建屋で水風する水圧でそれに出さないというある程度の建屋の中に水をその地下水を利用して、えー、建物の中の水位を地下水以下にして外に出さないようにするというのがもともとそういうような考えでございましてその青いラインであのせき止めてしまうと 山から来る水がなくなってしまってあの青い範囲の水がどん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 減っていくというような形になりますそうすると建屋の中に入った汚染水がその水圧以上の高さになって外に漏れてしまうということがありましてその水圧要するに水風するというようなことであの今現在のやり方で実施していたというのが現状だと思います。 あの今のだと今度のやり方だと何が違うんですかその、えっと、圧との関係でいうと今度やられる凍結凍らせるわけですよねそれとそのまあ金属製の板をこう岩盤のとこまで えー、打ち込んで遮断するっていうのは何が違うんですか、はい、あの今、えー、先生の方からありました凍土壁によるものでございますのはあのまさしくその山から来る、えー、地下水を遮断してその建物の中に入る水を減らすというなのが、えー、と実情ですがあの建物の水位がへあの繰り返しになって恐縮ですけども外から来る水がこのた 青い中で減ってしまうので建物の中の水が高くなるというような現象が起きてしまいますでその時に今後課題としてです、ね、この青いラインのところにその建屋からの汚染水が出ないようにその水をです、ね、あのこの建物の中にあの青いあの囲った中に入れるような仕組みも少し考えなければいけないということで。 青いラインの水を減らすこと、それから建屋の水を減らすことをですね、こう少しずつこう段階的に徐々に徐々にその建屋の水を減らすようなことで外側の水を高くして外に出さないというようなのが今現在のコンセプトになりますので、水は減らない え減らないといとうか外から来る水はえなくなりますがその建屋の汚染水をいかに出さないかっていうのが今後の課題になっておりますそれとなぜそうやって凍らすのとがんあの金物と違うんですかっていうのを菅さんは盛んに聞いておられるんだこの候補にして何が違ってあの前からその汚染水が外に出ないっていうことは課題で今度 のの方法だと前と前比べて何が良いのか、はいあのここはあの汚染水対策委員会の中の議論の、えー、をちょっと申し上げますと、えー、通常の遮水壁をしますと今現在ここのところにはあの配管であるとかそういうトンネルだとかっていうところがたくさんあってでな、えー、と数メートルのような壁を作っていかなきゃいけませんのでそれにはあのコンクリートとか粘土なりの、えー 壁をです、ね、地下数十メートル打ち込むとそこにはあの土がやっぱり出てきます、ね、それが汚染の土となって出てくるようなことになりますで今回、えー、やる凍土壁というのはそのボーリングでその径とすると、えー、3 0ンチか4 0ンチのボーリングの径を、まあ、1メー,ター間隔でかなりその密にはするんですがその通常の凍土壁あごめんなさい遮水壁と違ってその 出てくる量が、あのー、土の量が減るということそれから、あのース,イまあ、スイッチといってはあれですけどちょっと言い方がおかしいですけども凍土壁を凍らすとなるとです、ね、一気に凍ると普通の,あの建設工事だと、まあ、1階から2階3階というような、えーまあ、建物で、えー、申し上げますとこう作っていくような形になりますけども一気にこうぐるっと回るようなことがメリットかと思います。 じゃあ金子先生、お願いします、はいえと。私ももう一つ理解できないところがあったんですけど、2年前に先ほどあのお出た質問にプラス、重根町で言えば3番目の、いわゆるタテヤ、タービンタテヤとトレンチの接続部の遮断。 のための。こういう工事も二年前にやることになっていたというような報道がありますよね。で、実際にす。それをやらない。かったのは水圧っていうのは。要するに。下に流れているものと。中の。建屋の。を。つなげた状態にし。してるっていうことを意味してるんですか。つまり、よく意味が分かんないのは。こ、ここをなぜ。 封じることを2年前にしなかったのでつまり四方海が山がを囲うだけじゃなくて建物の下も同じように対策の中にあったはずで特につながるところでそれが論理的に今の話聞いていて水圧の差で出ないようにするっていうのはそこをわざとやらなかったということを意味してるんですか。そうじゃなくてそこもやるべきだったのをやらなかったんですか ちょっとそこもよくわからないんですけどさここで言う3の対策ですけどつまり山側で地下水が入ってくる分と海側に出る分と建屋の下から漏れちゃう分をどういうバランスでものを考えてきてそして現状でなぜそういうふうになそれをバランスが崩れてしまったのかっていう説明があの理解できないんです。 ちょっとかんぐった言い方で申し訳ないんですけどあの一応、原子力規制委員会が言うまではあの海、漏れてないというふうに東京電力は言ってたわけですよね。で一応、漏れてるじゃないかということになって漏れてることを認めるんですけどその認めるプロセスも実は19日7月19日の段階に分かっていたんだけれども参議院選挙が終わった22日にそれを発表するというプロセスだったわけです。 だから、その山、海、それから建屋の下のすでにあった計画をサボタージュしたのか、何らかの意図でそれをバランスしてたのが崩れたために、今、こういうふうに変えたのかがよく理由として、説明として納得できないと、さっきから加えて言うならば、うがった見方をするならば、発表の仕方が極めて国民に対して情報の、 開示がです、ね、不誠実であるとなので説明がほとんど納得できない普通の人が聞いても多分わからないっていうことに多分なってるんだろうというふうに思いますだからちょっとそこの説明をもう一度改めてしていただかないとちょっとなかなか納得しにくいなというのが正直なところです。 はい、あの今の先生のご質問ですけれどもあのえ、規制庁さんの3番目の資料の、えー、緑色の部分の、えー、と こことだとだ私は理解しましまたこれ、今、平面的にはこういうような位置にあるんですが、これはマイナス12メーターとか深い位置にございまして、これは先ほど申し上げました通り、おり、水風しているような状況にあります。ただしあの ナンバー1の丸が2つ、ナンバー1のところの下に丸が2つありますけど、四角くちょっと見にくいんですが、ここに縦弧というような、えっと、部分がございます、ここにつきましては、あの採石等です、ね、と、あと生コンとかを入れてです、ね、ここの部分については23年の5月にです、ね、ここは止めてあの、そういうような対策は、えー、しております。 でえー、とあとはあのた建物もそのその地下水以下でありましたらその水風要するにあの石油備蓄基地みたいなことで結局あの水でその、水の水圧を利用して外に出さないというようなことのコンセプトそれからできることのえて、ー、子を塞ぐであるとかそういうような。えーと 海に近いところのピットを塞ぐであるとか、そういうことをまあ今までやってきたということでございますあの水風は確かに経費かからないですけど、あ,のある意味では、しかし早い段階であの今このような事態になるということが予測できなかったんだろうかと、つまり対策として2011年に出てるということは、完璧に全部あの封じてしまえば、 先ほど菅元総理が言ったように組み出す量だけの処理の問題になるわけですけどおそらく水封というお金のかからない方式をとりあえず取った形になってしまっていないか結果的にはお金をかけてももともと水封してればこんな事態にはならなかったんではないかというふうに私は感じるんですね。でそれは情報ののの開示の仕方との関わりで 非常にまとい,い,いうのがあの私の受けてる印象ですそうするとこういう事態になってからやるとさっきの「規制庁の説明にあるように全てが同時に全部囲われないとそのこっちだけ止めるとバッとこうあふれて地上にあふれちゃう可能性あるし今のところだと1 8めの土の壁も超えて出てるらしいとかいうようなあの報道も出てきてるので。 つまり全部同時にぴったり瞬時にやらないと問題解決しないということになってしまっているとでそれはやっぱり2年前の時点での判断ミスなのか経費の削減なのかそれともその時点で見通しが甘かったのかそれぞれの説明がはっきりしないとこの間の情報の開示の仕方はあまりに不誠実で国民をバカにしている情報革新のように映ってしまうわけです。 れ一番ひだからこのデータを見る限りもう地下水がもう完全に漏れて汚染してるのは5月20日前後に分かってるはずですよね。それが何で7月のこの時点で出てくるのかっていうのもこの時点で本当はもう一度あの規制庁なりまああの実際の資源根町でもいいんですけど共に対策を打つのは もっと早い段階で打てるはずだったわけですよね。これハンダミスだとすればすごい重なりすぎてませんか。そ,それがどういう理理由付けなのかがあのさっぱり納得できないっていうのがちょっと私の正直な感想です。 もし何か今のご指摘にご意見があればはい、あの今の先生のですねあのご指摘についてその判断ミスとかっていうことについては私の方がなかなかこう言える立場ではないんですがあの実際のところ線量の高い中でまああのできることを一つずつやってきたことはあの事実でございますあのいろんなその説明不足そういうようなことについてはですねまたあの今後 私どもの説明の仕方開示の仕方ということを今度考えていかなければいけないと、反省のところでございます以上です。 すみませんあのその辺はちょっと私そ,その辺の経営ではないのでちょっとよくわからないんですがあのその事故当時のですねその作業員の確保それからその材料の確保そこにつきましてはですねあの実はあの相当大変でして例えばあの生コン一つにしてもですねその二馬軍では実はなくてその岩木の方からその生コンを運んでくる というようなそのまあ状況でございまして、あと作業していただく方につきましても、その確保等,等、あ,ありまして、今、先生のご指摘のとおり、財務については本当、私、申し上げる立場にないんですけれども、作業という面ではですね、申し訳ありません、できる限りのことはしてきたというようなことを、今、思っております。単純なことで もう一度教えていただきたいんですけどこれあの今回の資源絵音のご説明でもそうですが陸側の遮水壁と海側の遮水壁ってまあこういう概念分けをしてで最初海側をやってたんだけどもとても海に漏れてるわけですよね結果的に言うとですね。 でさっきからご,しあのご質問は昔のロードマップだとまずこの建屋周辺からそれが汚染源だから、まあ、そこからなんとか漏出しないのが第一ではないかそのどこで攻防戦をするかっていう話ですけれどこれ大方針の転換といううか変えた時期があるんだと思うんだ思ですねあの海のところにこういうものを作ればそれ以上出ないんだって。 いう風に考えられたのか、その判断っていうのを教えていただきたいんですね。あの、最初に考えられたそのロードマップでは、もうとにかく建屋のところの周辺4つのその原子炉のところを囲って、そっから出さないのがまあ、ある意味ではその地下水との連,連絡を断ってですね。そこにも。 あの汚染を原曲させちゃおうとでも結果的にやらなかったから汚染はまあ拡大もしてるしそこに地下水もどんどん流入するしで量も増えちゃったしで海側にこの壁作るって言っても実際には漏出してるわけですしどこでそのまず海から行こうというふうにそれは 逆にそっちを先に取ったことによって全体処理しなければならない汚染水を増やしたことになるのではないかっていうのが最初のご指摘なんだと思いますがこれはどうでしょう源根町でも東電でも。 あの当時の判断につきましては、あのま、事故が起きた年のです、ねえーま、事故直後にこの陸側というか囲い込むような方式をまあ検討したと、先ほど、蒲本総理のご指摘にあったようなことで検討がされました、これ、はの政府・東京電力統合対策室というもとで検討チームが行われまして、まあ、その検討の結果、ですねこれ、先ほどの話と繰り返して大変恐縮でございますけれども、 あのその秋までの検討の結果としてですねあの建屋の中の汚染水をいかにま水風するかという観点からえまず陸側,車水陸側の囲い込みを早期に導入することはあのしないで,ですね別の方法でこの地下水の流入はえ取り組むと一方で海に汚染を拡大を防止をする予防策として海側の射水壁を取っていくと。 こういうことをその年の12月にもですね、この政府の方針として、このロードマップにも明記をさせていただいたということでございます。で、この囲い込む代わりに、地下水を、とにかく山側から流れてくる量を減らすという地下水バイパスに取り組むということ、また、このえ建屋の近くで井戸をサブドレンと呼ばれる井戸を使いまして、ここで水を汲み上げてですね、 建屋に流れ込む地下水をできるだけ減らして、汚染水の量を減らしていこうと、こういう方針を立てたっていうのが、この事故が起きた年のま12月でございます。えまあ、これはあの先ほど東京電力からご説明がありましたまあ、当時の放射能の線量で現場の作業ができるできないということ。それから、まだ建屋の中の汚染水についても非常にレベルが高くてです、ね。水位も高いということから。 この水位のバランスを考慮しながら今回打ち出した凍土方式による陸が斜水域ということがまだ現実的ではなかったという判断によるものだというふうにあの承知をしておりますその上でその,その後ですねあの地下水バイパスについて勧めで言っておりましたけれどもやはり抜本的な対策を取るために陸が斜水域にも 踏み込んで、再度検討しようということが、これは今年の4月から、これはの国の元の委員会、汚染水処理対策委員会を設けまして、そこで有識者の方も踏まえの入っていただいて、東京電力の規定の方針ではない形で、この陸側処理水をとにかくやっていくということを技術的な栄治を結集して、水位のバランスを取りながらやっていこうというふうに、方針を転換したと、こういうことでございます。 でまあ、過去のまあ方針は、そういったあのギリギリの現場の状況の中でのまあ技術的な判断ということをえしたというものでございまして、もしてもう少し早くできなかったかと、うこういうまあご指摘もあったということは、承知をしておりますけれども、当時のまあ判断、経緯といったについては、そういったものであるというふうに承知をしております。でもねね船木さん、ね 地下水バイパスとか山側からの,この,海水あの地下水の流入防止策は全然まだ手つかずでしょだって海側遮水壁作っただけで全体の地下水の流入防止は今まで全くまだやってないですよね。これからでしょだから それ説明おかしいと思うんですよねあの地下水の量を減らしてで海の方でブロックするんだと、まあ、それしか線量高いからないんだっていう説明なんだけどじゃあ山側からの流入防止とかサブドレーンをやってないじゃない今に至るまで。だからそれってちょっと違うんじゃないのかな。あの それででもすっごい量増えちゃったわけでしょ <laughs> どん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 あの。だからちょっとおっしゃるのと違うんじゃないかなと思いますが東電にもお,お伺いしますがこれ地下水バイパスの1ねこの,あの説明地下水バイパス要するに山からも来ないようにサブドレーンかなんかで井戸も。 掘りますっていうのは、どの程度やれてるんですかはいあの、地下水バイパスについては、すべて完成しております、あとは、その、汲み上げる、まあ、その水を今、漁、えーまあ、業者さんとか、そういうようなところへのご説明というところで、まあ、止まっているというようなところでございます <laughs> でも、完成してたって、使ってないんだったら、やってないっていうんですけど、はい、そういうの。はい はい、<laughs> その通りです。はい、あの全てあの地下水バイパスについてはも、もえっと4月にはそのできて運用開始というようなところまで行ってたんですが、今のところまだ合意が得られていないということで、先生のおっしゃる通りです。えっと他のご質問どうでしょう？はい、お願いします。マイクお願いします。 これはもともと汚染水がこれだけこうわーっとこう増えてきたあの一つの原因というのはうーんそしてまた陸側の遮水壁をやらなかった原因というのはむしろその除去装置アルプスと言われるものですがこれがもうちょっと早期に完成をして でそれで汚染水のまあ浄化というんでしょうかまあトリチウムは除いてですけれどもできるようになるという前提があってこういうことになったんではないんですかそれがまあ稼働が遅れに遅れに遅れてまあいろんな要因があるようですけれどもえそういう中でえ思いのほか汚染水がどんどん,どんどんたまりにたまってしまったとこういうことで今の状況が生まれていると。 こういうことではないんですが、そこをちょっと確認させていただきたいと思います。あの 今アルプスに、ね、多角種除去装置と言われているものについても、まあ、ほとんどの各種が多分あの取れるということですけども最後の最後そのトリチウムというものが、まあ、残ってしまうと、まあ、それの、えー、水をです、ねまあ、溜めていくということで先生のご指摘のとおり今現在そのトリチウムの水が溜まっていくというところはあるんですが、まあ、それはほ、えー、他の各種の水が、まあ ある程度のまリスクを低減になるということで溜まっていくことはあの今現在も同等でございます。各種のそのリスクが減っていってるというような状況になるかと思います。あすいません。えちょっとごとくで、あの結論としては今おっしゃったことがあの正しいと思ってます。あのちょっと具体的にどういうスケジュールでっていうんですねもちろこ,こまで詳しく知りませんけども、今おっしゃったようにアルプスもおっしゃってかなり遅れてます。あそれはヒックというあの フィルターを詰めるものの設計がちょっと当社の方で甘かったんでそれについて設計をし直したということがありますのであとはそのアルプスの置いているところのまあその雨水対策とかが社はちょっと漏れてたというのがありますので遅れたとおっしゃると,いうとこりでございます先ほどの,あの地下水バイパスも設備はできてるんですけどもやっぱりこのちょっと当社の感じの甘さで地下貯水槽 にまあ汚染水を連携していてアルプスが遅れてしまってその汚染水を地下貯蔵水に持っていたところ地下貯蔵水から漏れてしまったとうんそれであの本当は我々がそのあのやらせていただきたいと思った地下,地下水バイパスも汚染地下に漏れてるんじゃないかということでえお漁協さん等に合意が得られなくて遅れてしまったということがありますので。 あのそういうことが非常に影響しているというのはご指摘のとおりかと思いますじゃあ、重ねてお伺いすると、今の話でいうと、まあ、遅れたんだとで、遅れたけれども、じゃあ、稼働は曲がりなりにもし始めて、ちょっといろいろこう、なんていうかな、順調とは言えないにしても、動き始めていると、でそ,のそういう意味でいうと、 ライトトラックというかその正常軌道に戻りつつある話なので今後は、えー、改善されていくんだというようなことになるのかそうでもないのかそこはちょっとどう,どういうふうな現状を認識でおられるんでしょうか。 アルプスにつきましては若干あの B ートが危機器のトラブル等で今あの止まっておりますが根本的な試験は今順調に進んでおりますので今後は遅滞なく進むと思っております地下諸水についても今すべて水を汲み上げてしまってタンクの方に行っておりますのでその問題は解決しているというふうに思いますただやっぱり今近々の課題は今ご議論いただいているように今も,も,もうあの今のところから漏れそう 規制委員会の方はもう漏れてるんじゃないかと上にご指摘いただいている問題がありますのでこれを早急に解決しなければ他のがいくらうまくいっても次のステップに進めないというふうに認識しております今のところのちょっと曖昧にしないで東電の認識では漏れてるんでしょうか。規制庁のの指摘の要するに 地盤改良工事に伴って地下水位が上昇していることからね、この地下水の上昇により汚染した地下水の海への流出は起こっているのですかえとこれはですね、いつもあのご批判をあの受けるところなんでございますが、えーちょ、具体的に言いますと、えー、とですみ、ねえー、ません、ちょっと白を不慣れで。えー、あのだっけなったけ えっとこれか資料の28ページに、えー、あごめん145、えーえー、当社がお出ししている海側地下水および海水中放射性物質濃度上昇モデルの現状と対策という東京電力からお示しさせていただいています資料の28ページに、えー、145酒水路海峡内海水トリチウム濃度というところでございます。 えー、これちょっと今日はないのか、えっ、ー、とすいません。これとは別にですね。護岸のすぐ近くで測ってるデータもございまして。えっ、ー、とこれ上の黒い線がですね。あ,あのえー、側の、えー、あの地盤改良を開始したところでまして、まあ、1列目をやあの実施しているとか、それは変化はないんですけどもまあ、2列目を開始したところでですね。 あのオレンジと緑の方が徐々に上がっているということからあ漏れている可能性があ,あるということを目指していきたいと思いますだただ,あのただ,ただこのレベルここは非常にその変動が過去のデータを見てもご覧いただいても分かりますが結構変動が多いというところでございますので、えー、まだこのデータだけを持ってですねあの上から完全に漏れているということは 本当に申し訳ませんが判断できないんですが今の体制としては漏れてるというふうにあのあの仮定して必要なことは全てやるというふうに、えー、やあの進めてございますあ今の、えー、と地下水の組み上げをだけどちょっとあのうちの石川からあしたようにあの今週中に組み上げを開始するというようなことをまず一つとしてはやっておりますしあとまあ 対策ではございませんが、こ、えー、この漏れてる漏れてないはあの判断するためにモニタリングを増やすというようなことを今進めてございます。のその二十八ページっていうと八日は入っていませんよね。要するに二列目があの始まってからは七月の二十九のとこですかのデータだけで。 その後は入っすいませんちょっとこの資料があのこの8月2日断面の資料でございますの、ね、でちょっと1日どれくらい組み上げるんですかその今上昇を止めるための手段として地下水を下げるべく地下水を汲み上げるっていうけど。 私には組み上げたらまた上がってくるんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、あの先生のおっしゃる通りであの山の方から先ほどせあの菅先生からもありました通り山の方からあの水は来ますのであの今現在このエリアではあの外約先ほど400トン毎日あの外に NHK さんの資料でもありますけどもその400トンのうちのまあ1号機と2号機の間ということで 概その100ト,ン前100トンぐらいを組み上げなければいけないかなというふうに思っております、はい、あのあの地盤にです、ね、まずあのあ穴,穴というかあの掘りましてそこに出てくる地下水をそのポンプで組み上げるというような形の方法を今現在取ろうと思っています。 それ以降ですねあのまた違うえとウェルポイントとかっていうような工法がございますのでそういうような工法でえっと地下水をまああのそれで本当に地下水が漏れない。 くらい組み上げられるんでしょうか。あの普通に考えると引けば引く分だけ上から来るからあのよっぽどでないとその、はい、今おっしゃってるような何日くらいでそういうことってできるのかあの,あの先ほどすみませんあの私の説明があの悪かったのかもわかりませんがえっとえっと二十 38ページのところでございます、今現在、対策丸1というところで、あの海側の,その地盤改良をやっておいて、まあ、ここでまあ水が止まるということで、あのまあ水位が上がるということが、あので対策2ということで、山側の部分についても、この囲って、 この部分については水がなるべく入らないようにするというような対策をした上でそで水を汲み上げていくというようなことなのでその当初100トンレベルを上げた後この中の水位を徐々に下げて海に流せなるべくその抑制するというような対策で水を抜いていくというようなことを考えております。 はい、あの今現在の,あの水の組、えっと、み出しについてはその今週末からやり始めます、それで大型の部分につきましてはその8月の末になるんですが、この丸2の囲い込みをまあ同時にということで対策2ということでその10月ぐらいまでに丸の2の囲い込みをしながら水を吸っていくというような形で同時並行の作業になるかと思います。 では、あの本当にそれが可能かわからないけど、はい。<laughs> お願いします。ちょっと抜けたりしたんでダブル質問かもしれません。3つほどちょっと教えていただきたいんですが、まずですね。これ、あの地盤改良と水ガラスによる地盤のその改良というのと、これ取り囲むとか言ってるんですが、その水ガラスと。 鉄のかか焼いたですかそれと交番の焼いたそれから糖度とこれなんか同じように遮蔽するんですけど3つあるんですが言葉が違うのはなぜかというのとみんなコストが違ってどこにどういうのというのでなんか海岸パターンのは交番の焼いたとありますけどそのどうやって使い分けてるのかとコストがどうなのかと。 漏れを止める度合いがどうなのかっていうのは多分あるんだろうと思いますけど何で使い分けてこうやってやってるのかなっていうのはつですそれからあのなんかみんな地下水を汲み出したりすればうまく,くみたいに取れるんですけどさっきから説明されて菅さんの説明のところでわざわざしてましたけど組み上げすぎれば水位が下がったり圧力が変わったりでするから出てきたりとかいうのはあるはずなんです。 一日にどのくらい組み上げたら影響を与えないで均衡状態を保ってそれで外に出ないようにできるかっていうのはやってみなかったら分からないんじゃないかと思うんですね地下水の量もよく分からないんですからそういうことができてないからすぐできるっていうんじゃなくて試行錯誤は絶対必要だし均衡状態を保って漏れない,よう,にするというようにするのに結構時間かかるんじゃないかなと僕は思うんです。それがどうなのかそれがちゃんとすぐできるようになるのかどうかと。 水が一体どれだけ流れてきてどれだけ出てるのかってよくわからないんですねそれでそれができたとしてですねわからないんですが水汚染された水と地下水は汚染されてないんでどこかへ持ってって何かに使えばいいんでしょうけど膨大なそのコストがかかるんだろうと思うんですがその汚染されていない水のがどんだけ出ると予定しているのか汚染された水も次々から次に溜まってるはずなんですが一体。 使用済み核燃料の前にそのこの汚染水がたまり具合っていうのは尋常じゃないと思うんですが処理できないでいる次から次たまってって置くとこなくなってくるんじゃないかという気がするんですけどそ,のそれは大丈夫なのかどうかというのを、ねまあ、もう一つで最後にですね私はこういう日本がいいかげんなことをしているもうそもそも外国からはこんな事故を起こしておいて再稼働するなんていうのは日本は何考えてるんだと言われてるはずなんです。 ドイツですね、それからスイフランスのような原発を推進している国だって日本はあれだけ不始末して生かして再稼働なんて何やってるんだというで何やってるんだという時の文句でですね海はつながってますし海をでたらめを起して海で流すからいいんだといういい加減な態度を取るっていうのが一番あの無責任って捉えるはずなんですがねで最初の頃そういうのもあったし。 のの国のどっかの国は汚染水がな海に流れてどれだけ汚染されてるかっていうのをもう地図まで作ってましたこれ外国の避難があるはずなんですがそれはと日本に今届いてるんですがなな今はないんでしょうがそれも教えてください以上4つからはいじゃあ,あの特に前の2つを東電の方からおさらいになりますけど「水ガラスと凍らすのと焼いたと」と何がそれぞれディメリットメリット あるのですかっていうのと2つ目は水位を組み上げったって均衡を保つまでにはあの試行錯誤じゃないのというご指摘でした。で、えっと、3点目は何だっけ4点目は国際的なあの受け止めはどうかってこれはあの規制庁の方にちょっとお願いをしたいですけれどもまたこの件で海外からの あのアドバイスは受けているのかというようなことは資源エネ庁にもお願いをしたいですが篠原どん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 買い出すのとそうだ汚染水が増えていくのとそれバカにならないと思うんですが、うん、どのぐらいと想定してどうううどものすごくコストがかかるんじゃない場所も必要なんじゃないかという気がするんですがじゃあ3つが東電ですねそれから同じ、えー、4点目は資源エネ庁と。 ちゃとえっ、ー、と規制庁にお願いします規制委員会に。はいあのあの射水のえっ、ー、とやり方につきましてはいろんなあの方法がございます。で今現在その海側でやってるその交換焼いたと言われているもの海海をの下の岩盤を貫くような形になってます。これはあのやはりあのいろんな方法で一長一短ありますがこれは材料の手配ということであのこれは今 船を使いまして、えー、打ち込んでおりますでこれにつきましても交換をですね、あのー、工場で作って船で運んで、まあ、30メーターの 1, の1本でもう運んできますので陸上輸送ができないというようなことで、あのー、交換や板というものをまあ使っております。 それからあの水ガラスにつきましては,やはりその材料調達の関係もございます、それからあの早くできるその材料をあの調達するのに早くできるというようなことが、えー、メリットかと思います、でえー、と先ほど、凍土壁につきましては先ほどもちょっとあの申し上げたんですがあの通常の粘土壁であるとかコンクリートの射の水壁につきましてはその掘ったときにその汚,染汚染の土壌がかなり大量に出ると。 いうようよなところそれから作っていくのにあのいろんなその場所場所で作っていかなきゃいけないというような工法になってしまうというところで凍土壁につきましてはその300から400ミリの,そのボーリングの中にその凍結管をまああの1メー,ターから2メー,ター間隔でこう入れていきますのでその汚染の土壌の,その量が少ないということそれから一気にその スイッチを入れると、まあ、一気に凍るというようなことでその建設のときのタイムラグがあの凍土壁についてはないかというふうな風に、えー、私は思っております、から先ほどの,あの、えー、と地下水の均衡の,の話につきましてはあの地下水とその建屋の、えー、とレベルについてはやはりあの先生のおっしゃるとおりで11でなかなかこう対応しません。 で地下水の流れというのはかなり遅うございましてそのかなり遠くで吸ったものがその建屋のところに届くのというのはやっぱ数ヶ月レベルでこうかかってしまうというところがありましてあの吸ったものとそれから建物、えー、とその水位の,その連動というものを えっと計測、あとはそのシミュレーションをしながら、その合っている、どこが合ってないということを確認しながら、そういうことを、あの均衡状態を保っていくということで、あの現場の,その実測と、それからシミュレーションを合わせながら、こう均衡を、えー、と、それがどういうふうにやっていったらいいかということを、まあ、オペレートしていくということになるかと思います。 分からないんじゃないですか、相当やってみないと、また漏れちゃったとか、また失敗だとか、そういうの繰り返すんじゃないかなと僕は心配なんですけど、はいあのー、い今その、やはりそのなるべくその安,全安全側というかです、ね、漏れないようなその、えー、水位を保つために、かなりその安全側にです、ね、そのオペレートしているのが現状です。 そのかなりそのギリギリのあの建物内の水位と外側の水位を保ってるわけじゃなくてかなりその安全側にその建物あの外側の水位をこう保って水風しているような状況でございます。ギリギリではありません、はい。からえっと三つ目のタンクにつきましてはあの先生のおっしゃる通りでございます。かなりあの航空写真とあのあると思いますがもう敷地のあの半分ぐらいがですねタンクで。 こう覆われていいるような状況でございます今現在、その、の資料では30万トンぐらいの水が今現在溜まっております。将来、70万トン、それから80万トンというようなタンクをですね、作るというようなことを今現在公表させていただいております以上です。 すいません原子力成長でございますあのご質問いただきましたあの海外からのですねあの避難と言いますかあの指摘と言いますかそういうものでございますが私の知る限りですけれどもあのそういった避難は届いていないと認識をしております本件に関してはですねえ今のところあの それはまだもらってはいない状況でありますが、まずは我々規制庁としてワーキンググループを立ち上げさせていただきましたので、そこでまず議論をして、まあ、当然、必要があればそ,のそういう知見を活用するということも考えていくのかなと思っております。 すみません。私の知る限りですけれども、あのえっ、ー、と確かロンドン条約とかいうそういう名前のものはございまして、その海水中にその放射性廃棄物を放棄してはならないとかですね、そういったその取り決めは存在していると認識しています。えっとちょっとそこの条約上どう書かれていたかが私ちょっと認識をし だから今はない当初の時は他の外国は大気についての汚染もね、お茶の漏れとのも心配したけど、海について、ね、の方が相当心配で、韓国なんか文句言ってきたんでしょう。う当時、事故当初ですけれども、汚染、はい、水、その意図的に流したという事象もございましたので、あのそういった話の際には、その近隣の韓国、中国の方からも、あのそのお 指摘といいますかあ、あったというふうには聞いてございます、はい、あの現時点で、まずあの汚染水のワインに放出するということはないというのが方針でございますので、事故直後のようなことはしないということを、これは国のロードマップに明記して、その方針でございます。そののの上であの地下水のバイパスにつきましてははこれはあの 地下水をこの汚染される前に組み上げて、この水質も必ず確認をした上で、海洋に放出するとこういう方針でございます。まあ、こうした点についての先ほどの方針、あるいは地下水バイパスのプロジェクトにつきましては、この海外との関係でございますけども、今まで。 ご批判があるということではないものですけれども、むしろアドバイスといたしましては、今年の4月にも国際的な専門家からミッションによるレビューを受けてです、ね、いろいろと議論をさせていただきました、その時にもこの地下水の量をです、ね、いかに減らすかということは、これはもう積極的に講じていくべきだということの中で、地下水のバイパスについては、できるだけ早く進めるのがいいと、こういったご意見をいただいておりまして。 あのそうしたこともです、ねまあ、海外からあのコメントをいただいています、また、あのいろんな包括的な取り組みを特にとにかくこの汚染水の問題は力を入れるようにということで、そうしてアドバイスも踏まえて、この国の汚染水処理委員会の方でやはで、とにかくその技術を、の英知を結集して、この建屋の,バランス建屋の汚染水のバランスも取りながら、陸側の汚染に取り組んでいこうとこういうことで判断をしたものでございます。また先ほどどの3点目に関わりますけどもこれもこ 技術的な難しい面もあるのも事実でございますので、これはあのしっかりとフィジビリティスターディを行うということを行って、これはあの東京電力任せではなくて、国のほうもいろんな多方面の専門家のお力を得ながら、技術を結集して進めていきたいと、こういう,うに考えておりますはい、あの他にご質問いいですかはいいじゃあお願いします あの規制庁さんにちょっとお伺いをしたいんですけれどもあの金子先生もどこかで書かれていたと思うんですけれどもの海,洋放出海洋放出の問題ね、えー、ちょっと今の話と関係するより関係しないようなとこがあるんですけれどもその一定の濃度以下のものであれば放出可能だという話になっていると思うんですけれどもしかしこれ一定の濃度以下にするのは希釈してしまえば でできるわけであってむしろ問題は放出された海洋に出ていった放射性物質の総量ではないかと思うんですよ。でこれこういう方針でその濃度基準で今後も判断をしていくということになるのかあるいはその海洋に出ていった絶対量というものに着目をするのかということで。 まあ今後、場合によっては何十年も続く作業になっていくので、ずいぶん大きな違いが生じると思うんですけれども、ここのスタンスについて、もう一度、確認をさせていただければと思うんですけれども。すみません、ご質問いただきました点です,ございますけれども、通常の,その発電所 はですね、あのご指摘のとおりその、濃、え、度、ー、限度が定まってございまして、えー、その方で、えー、管理をしているというものでございますけれども、あのー、今回の,その福島第一発電所につきまして、その濃度限度をプラスとして、えーそのえー、ちょっと私の記憶ですけれども、築、えー、地域境界のところで1ミリシーベルトという形で、えーえー 限度を設けてです、ね、その今までの通常の発電所でやっているものとプラスした形で対策を講じるということを実施すると聞いてございますので、そういった管理をしてまいるはずでございますそのあの。濃度限度ではなくて、その総量ので管理をしなくてはいいかというところでございますが、そこについては、えー、ちょっとご指摘を賜るというところかなと思ってございます。 をたまるってなんだろう。ごあの,の <laughs> あのだろういや私の知る限りその <laughs> えっとその辺についてはまだ議論がされていないのかなと思ってございましてまああのえっとあれですねチェルノブイリと違って海に面して大量のまあ事故後の放射性物質の あの流出が可能性があるわけですから是非その点も今日即答ができなければ大体だってどのくらい出たかということも問題になるわけですから持ち帰っていただきたいのとあと同じ意味で資源エネ庁の方には今日いただいた資料には実はストロンチウムがまだ入ってないんですね。で私数日前も資源エネからご説明を受けてストロンチウムそんなに時間 確かにセシウムよりは測るのに時間かかりますが、まだ出ていないという段階ではないのじゃないかと。これも非常にあの影響の大きい、まあ、ベータ線で、そして特にあの生物濃縮していきますから、ストロンチウムというのは各国注目をしていると思うんです。可及的速やかにこの現在測定した中での値も出していただきたいと。 いうお願いとそしてあの新聞等々でも指摘されますがこの測定された地点以外に、ね、あのよく湧き水というかその海の中に地下水が湧いてくるあたりがあってそこが測定されてないのではないかという指摘が新聞報道でもあるわけです。ですからここのモニター点だけで決して十分ではない。あの、えー 陸の方からその汚染地下水が湧いてくるところって、その地盤ですから。あると思いますから、そういう点についても。しっかりと、モニターをして、公表していただきたいと。思います、えー。他によろしいですか。はい、じゃあ、お願いします、えっと。観測性なんですけれども、観測光っていうか、移動ですね、観測の。 どのぐらいの深さでやってらっしゃるんですか、今はい、えー、と地下、えー、と16メーターぐらいでございます16メーターっていうと、戦争地下水の範囲そうです。えっと、するとね、今お話があった、その地下から吹き上げてくるっていうのは、戦争じゃなくて、もうちょっと深いと思うんですが、えー、と東電さんの41ページの,あの、まあ、イメージ図見ても、例えば、集水マス。 これはあの清掃地下水に合わせた周水マスの深さですよね、えー、そうしますと,そのえと例えば原子炉の下の地下水もおそらくその水位で考えてらしてえと地下水の流れってなかなか分かりにくいんですが横方向の流れと同時に若干であってもあの縦の方向にも流れるわけですからもし深いところからね汚染がまああの浸透していって海の方から吹き上がって てくるっていう可能性もあるわけですよね。そうしますと、観測性については、もう少しこう深いものも含めて検討っていうのはないんでしょうか？はい、あの今現在、あの先生のご指摘もあのあるんですが、あの今現在、その原子炉建屋等の設置地盤がこの地盤でございます。 でえー、原子炉の,その地下の地盤につきましては、その山側のかなり高いところで掘ってはいるんですが、その地盤、あの海側の方では今現在、実施していないというところがございます、えー、ので、また今後、ちょっと検討させていただきたいと思います。さ ちょっとあの原理的なところであの話が戻って恐縮なんですけど結局汚染するということは現在格納容器の底にそのメルトダウンメルトスルーした燃料があってそこに水が被っててで冷却しててその水は一応循環してるはずだけどもそれが一部循環しきれないで 核の容器から外に出てるのが地下水と混ざって外に出てるとそう考えていいのか何かあの先ほどの説明だと事故直後の何かこのたまったものがどうのこうのって話ですが今自身例えば2号機の,その中からあの完全にもう大気中というんじゃなくて水の部分で。 えー、新たなその汚染の元が出ているということはないと言えるのかそれとも今私が言ったようにいや一部はあの格納容器のどこかから穴が開いてて外に漏れててそれが、えー、地下水等と混ざって、えー、新たな汚染水として外に出ている可能性があるというのかちょっと原,原則的なところですがその。 どちらなのほうかちょっと説明してもらえますか。はい、あの今の先生のご指摘ですけど、まああの。 完全に、絶対それはないと私はちょっとあの言えません。それは調べられていないか、ら建物の中にも実は入れないというようなことで、先生がこれは絶対ないかと言われれば私はちょっと否定できません。しかし、今現在の,その水風であるとか、そういうことでえやっている。 ということそれからあのこの資料ちょっとご説明できなかったんですけども前回今現在その水がその入っているそのトレンチと言われているそのトンネルそういうようなところのボーリング等ですねあのをしましてそのどこがからまあ出てるかとかそういうことをまああと調べていくとで先生が言われたその建物から漏れているということになりますと先ほどの,その地下水の流れがその若干こう遅いというところもございましてその海側の 今現在、汚染が確認されているところについては、建物というよりは、トレンチ、または一番最初に漏れたところのまあ残留したもの、そういうものがえ海側の方に広がっているんではないかと、私は思っておりますちょっともう一回確認しますけどあの、私もある時期まではずっとフォローしたんですけど、最近、細かくはフォローし,てできしきれてないんだけども、あの例えば1号機で、 ある段階で水位を測ったらもう半年ぐらい前ですか思ったよりもだいぶ低い水準でということは水をあれだけ入れてるのに水位が上がってないあの格納容器の水位が上がってないということはその水準のところでどっかに穴が開いて外に出てるんだろうと、まあ、当時言われてたと思うんですそれでまあ,あの時間的前後はよく分からないけども一番最初のうちは、まあ、あのなかなか循環ができなかったのがある段階から循環し始めたと。 だから循環し始めたという意味と今、水位があるところから格納容器で上がらないから漏れてるんじゃないかということがどういう関係があるのかですね。まあ、それは特に今のは1号機ですが一般的に言うと2号機が当時サプレッションチャンバーが穴がいたんじゃないかと一般的に言われている、まあ、3号機に肝を埋るとスルーしているつまり1、2、3について格納容器から その水が、その循環という形でない形で出てるという認識なのか、出てないという認識なのか、まあ今絶対にという話は絶対という言い方ではなくて、まず、あの、定常的にある程度出てるという認識なのか、基本的には出てないという認識なのか、どちらなんです。 はい。あの、えー、東京電力の山中と申します。あの、今のご質問にまずお答えをしたいと思います。えー、それをご説明するのに、あの、今の水の流れを大まかにご説明をさせていただきたいと思いますが、えー、まず、あの、冷却用の水を原子炉に注水します。で、原子炉は何らかのか、えー、どこかに穴が開いていて、その穴を経由して、えー、核の容器に水は落ちていると。圧力容器のイメージです。 火<で>力容器に入れたものは当然、滅をスルーしていれば下に穴い、穴が開いているので、核、え、のー、容器に落ちていると思っていますその後とですけれども、核の容器にもご指摘のとおり、えーまあ、1、2、3、号機、いろいろと状況は異なっているとは思いますが、どこかに穴が開いていて、えー、原子炉建屋の、あのー、サプレッションチェンバーがあるところトーラスルームと呼んでますけれども、そこに水が流れ込んでいると。 で、そこからさらに、えー、え、タービン建屋の方に水は流れ込んでいって、そこから、あの、ポンプで吸い上げてですね、えー、あの、キュリオンだとか、サリーだとかといったところを経由して、えー、またぐるっと回って原子炉に注水すると。こういう大きな循環を今しております。そういう意味では、ここからは水は漏れていないというふうに思っています。 えー、その原子炉建屋もしくはタービン建屋そういったところよのに、えー、形成されている水位よりもその周囲を取り囲んでいる、えー、地下水位の水位の方が高いものですからそこで地下水が原子炉建屋もしくはタービン建屋の中に漏れ込んできているこれの量が1日のトータルとして400トンあるということですので。 あの入ってきてはいますけれども基本的には出ていってないものというふうに考えておりますですあとそのトレンチにある、えー、あの放射能量からしてもこれは事故当初に、えー、最初に観測された高濃度の汚染水の放射能量とほぼ等しいものというふうに思っていますというふうに考えてあ,のあと今の格納容器の中で サンプリングを時々やりますけれどもその時の放射能その放射能量よりも今トレンチで観測されている放射能の方が高いというふうに高い結果が得られておりますのでそういったことからも今トレンチ等にたまっているものとは事故当初に流れ込んでそのままそこに滞留しているものというふうに考えております。 私にその頭の中でイメージがなかなか十分作れないんだけど今の話だとそのいわゆる原子圧力容器に水を入れてそれが加工の容器に落ちてそれがさらにタービン建屋の方まで流れていってそれをそのキュリオンとかで再循環しているとでそのタービン建屋とかに行くときにどこからか 外から逆に地下水が入ってるから、外には出てないはずだという説明でしたね、今。そうです。で、私のよくわからないのは、建物のすぐ外が地下水があるような設計なのかね。普通の地上にもしこれが格納容器があればですよ。外は土はないわけですよね、普通。そうすると、そこまで流れてたのは、そこからどっかに穴が開いてれば、 地上に出ますよね、はい、つまりその<の>か外から水が入るように全部がですねその何ていうのかな、えー、水の中にこう水というか外の地下水の中にずっぽり入ってるんなら今の説明は分かるけどつまり地下水というのがたまって、えー、その水位があるのか <laughs> そうでなくて、えー、どっか穴を掘れば水位が分かるにしてもですね そこはもし空間だったらですね、そこは出ますよね、ちょっとそういう意味でこうイメージがこう分からないんだけど、つまりサプレッションチャンバーが穴が開いてたらそこを出る、あるいはタービン建屋から、いわゆる普通の意味の地上に出るということはないということですかあの。サプレッションチャンバーもあのタービン建屋も、今、水が溜まっているところは、いわゆるあの地表面より下のところです。 でですの,でそ,こにあのそこには水は溜まっていきますけれども、まあ、当然、水をずっと入れ続けてですね、水を抜かなければそれは溢れ出すということにな,なってあの2011年の6月ぐらいに、えー、キュリオンが運海する直前はかなりそこが危ない状況にはなりましたけれども今はあのそこから3メートルぐらい水位を低いところに保つようにあの運転をしておりますので今の段階ではそういうことにはならないというふうに思っています。 はい、今はそうなっています、はい、あのい今現在、サブドレンと先ほどあのい,いろんなえっと説明の中でありますが建物のえっと近くにその井戸がありましてでそこでまあ通常その地震の対策という意味でその水を抜いて浮力を下げるようなもともとの設計のサブドレンというものがありましたがそれを今現在、その 水がまあ満たされていて、そこの水位を測ると、今、先生のおっしゃるとおりあのあ、こちらのご説明の通り、えっとおり、地下水位の方が高くて、建屋の水位のほうが低いというような状況が保たれているというような状況になります。あ土ですで。地下にあるということですか、そうですその部分は。はい、つまり、格納容器の下部というのは地下にあるということですか。そうでですどのぐらいまで あの、二十メーターとか。二十五メーターとか、そういうような下にあると思います。あの容器の株は、地下二十メーターのところに。コンクリートを打ってあるわけですね。一、えっと、号機はもうちょっと浅いかもわかりませんが。えっと、今、あの、かなり深いところにあります。ただ、一号機は確か、水位が何メートルだっけあれ。そんなに二十メートルもあった。水位が。ないです。あの、建物の一番底から。 あと格納容器の底まではコンクリートがえーと約6メートルから7メートルぐらい打ってありますいやそんなに水位はないでしょ確かで格納容器の中はそこからさらに一、えー、号機で2号機が62センチぐらいであの,のところまで水位があるということです61センチってね下かな たたった61センチしかないえあの,いいえあのコンクリートがまずメ,7メートルぐらいあってそ,のそこにあのフラスコの一番底の部分があるんですけれどもそのフラスコの底にさらに2メートルぐらいコンクリートがありますでそこの一番下の部分からもう6 2ンチですいやだからその6 2ンチの厚さの水の中にメルトダウンした燃料が 2号機の場合はおおむねそこにかぶっていると思っています、まあ、あのその2メートルのコンクリートの部分は食され一部浸食されているとは考えています。ということはその、メルトダウンして下にぼたぼたっとたまったのが、多少こう山が高くて40センチ超えていたら、空気中に出ているそうなっていれば空気中に出ていると思いますが、現在の格納容器の中の温度。 湿度、そういったものを見る限り、あり、出て寄りますと、冷却がされないということになりますので、そうすると、格納容器の中の温度等も上がってまいります、それがあの今あの、そういう状態になってないということは、えー、露出はしてないんだろうというふうに想定しています。で3号号機機も同じようなな状況ははいいかなり水があると思っててまして、えー、フラスコの 大体球面の半分ぐらいのところに水位があるんじゃないかと推定しています1号機は 1>, 1号機はちょうどその間ぐらい床から1メートルぐらい2メートルぐらい2メートルぐらいだったと思いますあのえー、っとその辺、えー、っと1号機と2号機はあの格納容器の中にカメラを入れて実測してますのであの確か数字があったと思います申し訳ありませんちょっとでフラツコのその3号機でフラツコの中,中ぐらいまであるということはその中ぐらいまでのところというのは それも地下なんですか地上面と見たらほぼ地下そ,その辺があのちょうど地上と、あのー、地下の境目あたりになると思います、うん、だから私もちょっとこの地,地上地下の立体系がよくわからないんだけどつまりそれがもし地上面とほぼ同じだったらそのあたりに穴が開いてたらそこから地上面に出るというそういう可能性は全くないといえるわけねただえば3号機で<の>穴がどこに開いてるかわからないけど、はい 3号機もあのどこかに穴が開いているからこそ、タービン建屋の方に水が今行ってるという状態だと思ってます。ただ、あのその高いところにあるとあの何でしょう？1階の床とかにですね。あの、例えば漏れてくるということにはなってないので、低いところにあるんだろうと推定しているということです。 ちょっとあの図がないとちょっと分かりにくいかなと思うのとそれからも,もっと単純に言うとそのうん直接に例えば溶け出たメルトスルーしたものがえっと地下水等々の汚染を来すことがないのかっていうのは今の説明でもちょっとよく分からなかった。 きでで、ねまあ、今日ちょっと時間が恐縮ですがなくなってしまってあともう一つ3号路の上の高い放射線の測定についてもお伺いをしたかったんですけれどもこの汚染水問題でえあの終わりそうですではあと一方お願いします、はい、あのあの吉田ですがあのお話をずっと聞いてましてあの本来ならば あこの対策を講じる必要があったんだけれども、東電のまあ経営的な理由とか、そこまで需要費はかけられないということで、できずにですね、今日のような状況が招いた面があったとすればですね、もう過ぎたことはどうしようもないんですけど、これからやっぱり、あの、国が前に出て、まあ、支援のスキームも含めてですね、しっかり見直して、もう必要な、もうとにかく海洋に汚染水が流れているというのは大変な問題、深刻な問題ですから、 それは何としてでも防がなきゃいけないわけですよね。ですから、もう必要な手当はもうやりきるんだと。もう国が責任を持ってやりきるんだというところでしないとですね、この問題は私は、あの、解決しないと思うんですけど、船木さん、そのお考えをですね、伺いしたいと思いますが。はい。あの、私ども、国がですね、できるだけ前に出て、 できることをやっていきたいと、こういうふうに思っております。であの、本年4月にこの汚染水の問題については、あのまあ、これまでのですね、あの取り組みだけではなくて、やはりその汚染水処理対策委員会というものの,の名のもとにですね、えー、有識者の方にも入っていただいて、まあ、当然とも議論を重ねまして、それで陸が射水壁こういった対策の取り組みを踏み切りました。 これについても技術的な課題がありますので、あのこれもあの国の予算を使わせていただきながら、p g b t スタディーを平調結集してやっていくと、こういうのが一つの例でございますし、この今、直面しているそのトレンチの問題につきましても、この汚染水処理委員会、あるいは国のロードマップでもきちんと位置づけておりますので、これをしっかりとフォローアップするということで、っとしっかりと私どもも取り組んでいきたい、こういうふうに思っております。 あの必要な対策は国の責任でとにかくやりきるんだということで確認させていただいていいですね、その点は。あのこの廃炉の問題、汚染水の問題も含めて、あの国がの基本計画をこロードマップという形で、えー、方針をです、ね、立てまして、その下で具体的な作業を行っていくということでございますのであの、そうした中でしっかりと国としても取り組んでいきたいというふうに思っております。 ありがとうございます、まああの。今の吉田先生の指摘の点は、国会事故庁の中でも、まあ、国によるこの東電の事故処理の責任ある、まあ、あの取り組みの必要性が指摘をされておりまして、実際にはこれから先、非常に長い年月かかり、経費もかかっていく、またあの技術的な信頼性も高めていかないと、 あの世界的な不評も買うというところでありまして、まあ、今吉田さんからは資源ネ長の方に確認がございましたがもともと国会事故庁の指摘するような何らかのこの事故収束のための機関組織が 必要になってくるのではないかという指摘も多いところでありますので、まあ、立法府におるものとしても、それを考えながらやっていきたいのと、それから、まあ、東京電力の皆さんには、本当にわざわざお越しいただいて、あの、ありがとうございますが、えー、いくつもまだまだ疑問の点が残っております。これがベストな対策なのか、どうかと、費用の面で、まあ、あの、 えー、安い、安上がりな方に傾いたのではないか、などの指摘もございました。で、まあ一応あの、今回お約束の時間6時でありますので、一旦閉じさせていただきますが、またあの、私たちも立法府として国民への責任を負っておりますので、引き続いていろいろなヒアリング、あるいは現地の視察もさせていただければと、 思っております。まあ、事態の収束ともあの特に海に漏れ出ていないとは言えない状態、またそれを組み出してもどうなるかわからないということでもありますので、あの誰もが関心を高く持ってやっていかねばならないと思います。今日はあの皆さん活発なご議論をありがとうございます。また折を見てぜひ引き続きご連絡させていただきます。ありがとうございました。